葉っぱが散るまでに恋人ができないと一生できないみたいな噂がある。観察をしたりする中で、あ、私生物好きなんだなっていうのに気づいて、2台のロボットを作ってます。馬に乗ると日頃の辛さとかはちょっとなくなります。演奏会を開くことができてすごい思い出に残ってます。些細なこともすごい大学生っぽい生活ができてるなっていうので、レポートの量がすごく増えるんですね、3年生から。ずっとエラーばっかり出てるといつまでも終わらないので結構辛いですね。実践的に手を動かして何でも自分で理解していく、なんかできる人をそのすごい素直にです、なんかすごいなっていう風に認めて、で自分もなんかそこに追いつこうっていう感覚がすごい、まあ、養われているというか、これを知ってるのは世界で自分しかいないのかもしれないっていうことが脳裏によぎりますと、もっと実験したい、どういうところに着眼点を持って進めた上でこうなったっていう、その流れを分かりやすく相手が理解できるように提示できているか。先輩とかとも仲いいんで、結構こういろんな雑談とかざっくばらんな話とかするんです。入った時に知り合った友達がこう違う学部に行って時間が経った後に会うと、やっぱり違う価値観であったり考え方を持っていて、そういう面ではいろんな人と触れ合えるって意味ですごい新しい価値観を理工学部は特にもたらしてくれるのかなっていうふうに。